いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルメルセデスベンツ B250 フォーマチックスポーツエディションレッドを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパーに下すりが、フロントバンパー、ボンネット、フロントガラスに飛び石がございます。右フロントリアドアエッジと右リアフェンダー、左フロントフェンダー、左リアドアエッジ、トランクパネルに傷が、左リアアルミホイールにガリ傷がございます。こちらのエディションレッドは50台限定の車で、数多くの特別装備が備わっております。さらにはメルセデスベンツ最新の安全装備レーダーセーフティーパッケージも装備されており、運転に安全安心を与えてくれます。外装色はコスモスブラック、内装色はクランベリーレッドレザーシートを採用しております。ヘッドライトは LED ヘッドライトを装備しており、夜間走行も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックは2リッター直列4気筒ターボチャージャーが装備されており、最高出力は211馬力を発揮します。コンパクトボディに力強いエンジンが備わったお車です。足元にはエディションレッドにより18インチ AMG マルチスポークアルミホイールが装備され、非常にスポーティーな足回りとなりました。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクは手動での開閉となります。トランクスペースは広々としており、 SUV 車両にも負けない容量を誇ります。また後部座席を倒していただくと長い荷物にも対応できます。続きましてインテリアの紹介です。エディションレッド特別装備クランベリーレッドレザーシートを採用しております。運転席助手席ともに良好なシートコンディションを保っております。ステアリングは3本スポークのマルチファンクションステアリングです。ステアリングにはパドルシフトが装備されており、俊敏な反応が可能となりました。また、アダプティブクルーズコントロールにより、快適なドライブもお楽しみいただけます。ナビゲーションは純正 HDD ナビゲーションが装備されています。こちらは地デジの視聴も可能です。バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトは7速のオートマチックシフトです。細かな変速により、スムーズな加速が魅力の1台です。続きまして、後部座席の紹介です。後部座席に関しましても、前席同様、綺麗な状態を保っております。合わせて気になる車内の匂いですが、おタバコの匂い等はいたしません。今回は2016年モデルメルセデスベンツ B250 フォーマチックスポーツエディションレッドをご紹介させていただきました。数多くの特別装備により非常に快適なドライブをお楽しみいただけます。普段のお買い物から休日のレジャーまでこなす優秀な一台に仕上がっております。この機会にぜひご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。